コルバート・マイケル・ハメルズはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。妻のハイジはプレイボーイ2003年8月号のプレイメイトを務めた。愛称はフィラデルフィア・フィリーズ在籍時にジミー・ロリンズが名付けたハリウッド。ランチョ・バーナード高等学校在学中の2001年は 左肩の上腕骨の故障で野球をすることができなかったが2002年に10勝0敗防御率0.39を記録フィラデルフィアフィリーズ時代2002年6月の MLB ドラフト一巡目でフィラデルフィアフィリーズから指名され8月に契約金200万ドルで入団2003年 A 級レイクウッドブルークローズでプロデビュー7月の後半には A 級のクリアウォーターフィリーズに昇格。両チーム合計18試合の登板で6勝3敗、防御率1.34を記録。シーズン終了後、フィリーズ参加の最優秀マイナー投手に選出され、ベースボールアメリカ史の有望株ランキングでは、フィリーズ参加での最高評価を受けた。しかし、2004年から2005年にかけては、怪我により、登板数は10にとどまり、 2005年開幕前には、左手の手術を受けている。2005年シーズン終了後に発表された、ベースボールアメリカ市の有望株ランキングでは2年ぶりに、フィリーズ参加での最高評価を受けた。2006年は、A 級クリアウォーターとトリプル A 級のスクラントン、ウィルクスバリーレッドバロンズで3勝1敗、防御率1.04を記録し、5月10日に、GM のパッドギリックから2日後に、 メジャー初登板することが発表される。発表通り5月12日にメジャー昇格を果たし、同日のシンシナティレッズ戦でメジャーデビュー。デビュー戦の注目は高く、1948年のロビン・ロバーツ以来、最も話題を呼んだ初登板という声もあった。5月19日から左肩を痛め15日間の故障者リスト入り。 故障からの復帰戦となった6月6日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャー初勝利を記録。メジャー初勝利後、4連敗を喫したが、その後は8勝4敗で、メジャー1年目を9勝8敗、脱三振は145と投球回を上回る、脱三振を記録し、メジャー1年目を終えた。2007年は、開幕からメジャーに定着し、 4月21日のレッズ戦では、自己最多の15奪三振でメジャー初完投を記録。前半戦で10勝を挙げ、オールスターに初出場を果たした。8月に肘を痛め、30日以上登板機会が、なったにもかかわらず、防御率3.395勝177奪三振で、チーム3冠を達成し、サイアング賞の投票では6位タイ 2008年は5月25日と31日の2試合の登板で9.2回を投げ、13失点とスランプに陥ったが、6月5日のレッズ戦で完封勝利。この勝ちは、オーギーと試合後に自我自賛した高騰でスランプを脱出。勝ち星は前年を下回る14勝だったが、防御率、脱三振、ホイップなどは前年を上回る成績を記録。 ホイップ1.08にはリーグ1位、投球回数227.1はリーグ2位、月間防御率は5月下旬に、スランプに陥り5月は4点台だったが、それ以外の月は全て2点台と安定した投球。ロンダーリングが打者の目前で死んだように止まると評したチェンジワップがポストシーズンで威力を発揮。リーグチャンピオンシップシリーズと2008年の ワールドシリーズで、それぞれ初戦と大手のかかった第5戦に登板。勝利に貢献し、両シリーズで MVP を受賞した。2009年、メジャーで3シーズンを過ごしたことで、年俸調停権を得たが、調停は避け、1月18日に3年総額2050万ドルの契約に合意。レギュラーシーズンでは、開幕から不振が続き、1勝11敗と初めて、 負け越した。2010年は復調し、208.1回を投げて、初の大大突破となる211奪三振をマーク。特に、チェンジアップの空振り率は47.7%と、両、リーグトップを記録した。2012年7月24日、翌年からの6年に1億4400万ドルで、契約延長した。総額は、 CC サバシアの7年1億6100万ドルに、ついで、投手では、当時歴代2位の大型契約で、7年目は2400万ドルの、オプションがつく。2014年3月27日に、上腕二頭筋懸円で、15日間の、故障者リスト入りした。9月1日のブレイブス戦、6イニングを無安打、無失点、5死球、1死球、7奪三振。 108球で降板し、残るイニングを、ジェイク・ディークマン、ケン・ジャイルズ、ジョナサン・パペル・ボンが、全打者をアウトに打ち取り、系統による、ノーヒッターを達成した。2015年7月25日のシカゴカブス戦、西球、級、13奪三振、129球で、ノーヒットノーランを達成した。20試合に先発登板し、防御率3.64ホイップ1.18という、 投球を見せていたが、勝ち運に恵まれず、6勝7敗と負け越した。テキサスレンジャーズ時代2015年7月31日に、マット・ハリソン、ニック・ウィリアムズ、ホルヘ・アルファーロ、ジェイク・トンプソン、ジェラッド・アイコフ、アレク・アッシャーとのトレードで、ディークマンと共にテキサスレンジャーズへ移籍。10月4日、マジック1で迎えた。 ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとのレギュラーシーズン最終戦で移籍後初となる関東勝利で貢献し、チームの地区優勝を決めた。なお、移籍後は12試合に先発登板し、防御率は移籍前よりわずかに上昇したが、7勝1敗と勝ち星を荒稼ぎした。また、通算300先発登板を達成している。この年の通算成績は、 32試合に先発で投げて防御率3.6513勝8敗212.1イニングで62死球215奪三振という内容であり通年で見ると3年ぶりの2桁勝利だった2016年6月12日のシアトルマリナーズ戦で通算2000奪三振を達成したシーズンでは32試合に先発し15勝5敗 防御率3.32、脱三振200を記録。エースとして2年連続地区優勝を果たしたチームを引っ張った。しかし、トロントブルージェイズとのディビジョンシリーズでは、第一戦に先発したものの3回1、3を7失点で敗戦投手となり、チームも0勝3敗で敗退した。また、2007年以降3.0以下だった、吉久率が、 このシーズンは3.5と悪化した。2017年は5月3日に脇腹の負傷で故障者リスト入りした。6月末に復帰したが、9月に防御率5.09と調子を崩し、24試合で11勝6敗、防御率4 2 0 1 4 8レーニングと2009年以来の防御率4点台、ルーキーイヤー以来となる規定投球回未達に終わった。 2018年は7月までに20試合に先発したが5勝9敗、防御率4.72と調子を落としていた。2018年7月27日にエディ・バトラー、ローリー・レーシー及び後日発表選手とのトレードでカブスへ移籍した。移籍後は12試合に先発し4勝3敗、防御率2.36と安定感を取り戻したが、 シーズン2さんでは9勝12敗、防御率3.78190.2イニングと、規定投球回をクリアする一方、3年連続の2桁勝利は、逃した。2019年は6月末に故障者リスト入りしたが、27先発で7勝7敗、防御率3.81だった。8月14日には初めてフルスフィリーズの本拠地。 シチズンズ・バンク・パークに凱旋し、第1打席にスタンディングオベーションで迎えられた。オフに FA となった。2019年12月4日にアトランタ・ブレイブスと1800万ドルの単年契約を結んだ。メジャーデビュー以降、14年間使用していた背番号35は、ブレイブスではピルニークロの永久欠番であったため、32を使用する。2020年は、 怪我に苦しみわずか1試合の登板に止まり、オフの11月1日に FA となった。2021年は無所属のまま過ごしていたが、8月4日にロサンゼルスドジャースと100万ドルの単年契約を結んだ。オプションとして、先発登番に1試合ごとに20万ドルの出来高が含まれる。スリークオーターで投げた後に左足を大きく上げるのが特徴。 最速96.7マイルパーアワー、平均92マイルパーアワーの速球を中心に、平均84マイルパーアワーのチェンジアップ、平均77マイルパーアワーのカーブ、平均88マイルパーアワーのカッターを使用する。チェンジアップやカーブで三振を奪うピッチングスタイル。ありがとうございます。